こんばんは、ユンです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。今回はね、本当ちゃんとおすすめちゃんとおすすめの漫画紹介します。の前にね、早速いつもの今日の最近ね、最近の戦果、じゃじゃんとね、さようならもう言わずにです。これは、まあ、短編です。これ一冊でもう終わってます。で、この作者さんが、まあ、上野先生っていうのかな、のご自身のお話、ご自身が奥様を亡くされちゃった時の、なんだろう、心境だったりっていうのを、もうえぐいほどリアルに書き上げた、そんな作品。重い、すごい。あのね、なんだろうね、皆さん大切な人はすぐ近くにいますか？私はね、まだこの境地には多分至れてない。そんな亡くなって心がはち切れそうとか、心に穴が開いたとか、そんなことを言える相手がね、残念ながらいないんだ。皆様はどうですかね。そういった時にね、まあ人間いろいろあるよ。何言ってんだろう。いろいろ考えさせられる作品でした。で、お次、じゃん。格好の許嫁の14巻です。もうね、私、少年誌系の漫画って、ほとんど買ってないんだ。これと、原稿で出てるのだと、パッと出るのだと、スパイファミリーとか、あと、なんだろう。あ、サンダ。サンダとか、あとチェーンソーマンもか。それぐらい。で、買ってないんだ、少年誌系っていうのを。ただ少年誌系っていいよね、出るのが早いから。カッコも気がついたら14巻だよ、もう。で、まあ、どんなお話かって言ったら、あれだね、男の願望、ハーレムものの恋愛、ラブコメだね。ちょっとあんまり良くないイマジだったけど、まあ、ラブコメです。私はね、ちなみに妹推し。妹って言っても腹違い。ん？あ、もう全然別人なんだっけ。だから合法です。合法とか。まあそんなお話。はい。というわけで、最近の戦果は以上で、久々、3回目ぶり？前回、前々回とちょっとできなかったんだけど、今回おすすめ漫画こちらです。じゃじゃん。とね、モンキーピークです。これはどんなお話かっていうと、このね、真ん中に見えるかな？巨大な猿なんですよ、こいつ。製薬会社。まあ、薬を作ってる会社ね。の、藤谷製薬っていう、まあ、製薬会社があって、そこの会社のオリエンテーリングで登山をすることになりました。でね、まあ、社員みんなで山登るんですけど、そこで一泊する予定だったのに、このね、恐ろしい猿がやってきて、次々と社員を殺していくんだよ。すごい怖い。そういう、だからサバイバルホラーサスペンスって言えばいいのかな。で、この猿もね、謎に満ちてて、正体は何なのかとか、で、なんで、この製薬会社のね、社員たちが次々と殺されていくのかとか、いろいろね、結構業が深い、そんなお話になってます。確かね、これ人気で、この後にレッドとかだったかな、一作二作なんか続編みたいのも確か出てたと思う。ただ私はこれしか持ってないので、これで話させていただくんですけど、本当なかなかね、まあ、スプラッタな場面もあるんだけど、これ、ナタ持ってる。これね、ナタね、バスーンって切っちゃうから。あるんだけど、そういう恐ろしいところだけじゃなくて、そもそも、人の命ってなんだろうとか、でね、人間ね、人生生きてたらいろいろありますよ。で、もうすべてがね、白と黒で分かれるわけじゃない。もう、水戸黄門の世界じゃないからね。もう完全懲悪で済むっていう話じゃないんだよね、人間の社会って。そういったものに
まあちょっとメスを入れるじゃないけど、何が悪い、本当に悪いことなのか、何が本当にいいことなのか、でね、そういうのもやっぱ人によってね、価値観によって全然変わってきちゃうと思うんだけど、そういったことをね、ちょっと考えさせられる、うん、そんなお話になってます。プラスで登山に行ったって言ったんですけど、本当は一泊の予定だったから、みんな食べ物も水もほとんど持ってないんですよ。で逃げようとする、でも追いかけてくる、でずーっと山の中に閉じ込められるわけ、社員たちは。でその中でもう食料は尽き、水も尽き、で夜になったらもう氷点下になる、そんな山の中でどう生き残っていくか、そういう、なんだろう、極限状態に陥った時に人間はどういう行動を取るかっていう、そういうのもね、見どころの一つかなと思う。全然関係ない話なんですけど、私映画も好きで、で、まあホラーサスペンスのジャンルが好きで、でね、あとね、戦争映画も好きなんですよ。これ言うとちょっと語弊がないように言っときますけど、別に戦争はよろしくないです。けど戦争映画は好きなんだ私。なんでかって言ったら、そのさっき言ったね、極限状態、戦争中っていうね、極限状態において人間はどういう行動をするか、あくまで善として正しい振る舞いができるのか、それかもう自暴自棄になっちゃって悪、悪い方に動くのか、そういったね、こと、戦争映画だったり、で、このモンキーピークっていう漫画ではね、うん、教えてくれる、見せてくれる、そんな気がします。なので、まあ、サスペンスとかホラーが好きな方にはもちろん刺さりますし、そういったね、まあ、何が正しくて何が悪くて、で、プラス、まあ、極限状態に陥った時人間はどういう行動をするんだろう。自分はその時、このような行動ができるだろうか、そういったことに興味がある方にもおすすめ、そんな一冊になっております。で、これね、完結しております。じゃん、12巻でもう完結です。で、もういろいろ白黒ついた、うん。で、まあどうなったかっていうのは読んでのお楽しみ。全12巻だからどうだろう、古本屋さんだとね、これ結構人気なのか、そもそも発行部数が少ないのかわかんないけど、あ、でも70万部って書いてあるね。だから人気なのかな？あんまり古本屋さん置いてない。私も新刊だったり、あとネット使ってなんとかなんとか揃えたっていう感じ。うん。ただ、その苦労に見合った分、苦労ってほどじゃないけど、の面白さはもう担保されてます。ぜひ読んで。はい。というわけで今日のまとめ。じゃじゃん。化け物の正体は？と書きました。もう、こいつがね、猿。猿って言っても、めちゃくちゃでかいんだよ、こいつ。オラウータン、人間ぐらいの大きさがあって。で、しかも、ナタ持ってるっていうところでね、道具も使えるんだ。そんな奴に襲われたらね、もう人間たまったもんじゃないよね。ただこの本当猿どういう存在なのかっていうね、この山におけるそこが一つ見どころになってると思います。で、お次、これさっきも言ったね、極限状態において人はどうなってしまうのかと書きました。やっぱりね、まあ戦争映画しかり、まあこのモンキーピークしかり、極限状態に陥った時ね、人間があくまでも人間らしく振る舞えるのか、それとも獣になってしまうのかっていうね、なかなか興味深い、私としてはね、テーマを描いた、そんな作品、おすすめでございます。はい。というわけで、今日のおすすめ漫画紹介を終わります。ごめんなさいね、なかなかちょっと購入漫画が増えちゃって、なかなかおすすめ紹介できなかったんですけど、まあ、しばらくはね、そんなに、あ、違うな、もうネットでいろいろ頼んだな。まあまあ、でも新刊紹介もしながら、こうやって私の好きな面白いよっていう漫画もね、次々に、うん、お届けできればなと思いますので、よろしければね、高評価&チャンネル登録
よろしくお願いします。てね。はい。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。